こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、三拍子の二つ割りを2種類ということでですね、まあ僕もよく使う2種類をご紹介します。まあいろいろ2割に関しては他に発展があって、こう、2割の位置がずれていくっていうのはまた明日やろうと思うんですけど、まずは、まあいっぺんにやるとね、ちょっと消化不足になっちゃうから、まずはこの三拍子の二つ割りっていうのをやっていきたいと思います。普通に、チーチッキチーチーチッキチーなんだけど、ここにバスドラとクラッシュのシンコペーションを入れると、せーの。というふうに、こう、ターン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 っていう動きができてます。なんかこう、ふわっとした感じがしますよね。なので、例えば、こういう、ワン、ツー、スリー。まあ、みたいな感じで、ターン、ツ、ターン、これはどこで使っても変わらなくて、例えば、二つずつだけど、これ一個ずつにするとかね。これ、ひっくり返して、二から、ワン、ツー、スリー、ワン、うん。こんな感じで、どこでこの一拍半を使っても構わなくて、こう一拍半があるとこう、跳躍した感じ。シンコペーションするからちょっと速度が上がったみたいな。で、3に戻ったら数が増えるからまたスピードが上がったみたいな。これ、この跳躍を、これを行ったり来たりすることによって、こう、ブランコ効果って僕は勝手に考えてるんですけど、こう、3に手に手で、どんどんスピードがこう、スイングしていくっていうイメージが僕はありますね。で、この 1.5 割って、まあ、要は3を 1.5 で半分で割るから 1.5 割なんですけど、じゃあ 1.5 かつと、3連で考えると、たつつつつたつつつになるから、5対4になってるのね。そうすると、5対4の割り方だと、この4割っていうのがあって、この、要は2で割ったやつをちょうどその倍にすると、これまあ、モダンジャズの人がすごくよくやるんですけど、これ2から行くと、ワン、うん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 、これだと、3拍子寄りの 1.5 って僕は思ってるのね。で、これだと、これに4つに割ると思うと、長さが違うものを4にしようと思っても、あれ?みたいな感じになるわけじゃないですか。そうすると、まあ、理論的には、まあ、6連符1個もちょっと前に、この2のここの、ここをちょっと前にして、淡白な、こういうのから、ちょうどこの2に割ったとこ、ちょっと前にすると2に割れるじゃん。だからそこに2に割ると、それをさらに2に分割するのが。この4割っていうのはメロディーでもよく使ってて、まあこのギターも使ってるんで。タタ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 タ。これね、こういう感じ。なんかこう、ワン、ツー、スリー、タタ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 タ。なんかこの独特のこの、なんていうの、またぎ方をすると思うんですけど、これを、だから、ってやってるのが分かって、ついていくと、まあ今みたいな感じで、スピードが変わったみたいに聞こえますよね、みたいな。これついてこれると嫌がる人もいますけど、まあその4割にしたいとき、2割っていうのはこういう、1小節を2つに割る。1小節を4つに割る。2割、4割っていうお話をしました。じゃあもう一つの2割ですね。これは、1、2、1、2、1、2で割って、そうすると6で元に戻るということね。だからそうすると、チーチキチーはそのままだけど、2小節目がチキチーチキが、要はチーチキチー、チキチーチキ、チーチキチー、チキチーチキって歌えばいいって感じね。ちょっとやってみたいと思います。
といった具合に、この、2割を使ってもらうと、この 1.5 割と2割って僕は考えてるけど、1小節を2つに割ってるか、1拍を2個ずつで結んでいくかっていう形のやり方なんですけど、こんだけやるだけでかなりバリエーションができると思うんですよ。で、4割はちょっとかなりモダンだけど、このシンコペーションとこの2割ができたら、これだけでかなり3拍子で遊べるようになるので、まずはこれをしっかりできるように、まあこのリズムがフラフラしないようにしっかりできるようにトライしていただければいいかなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。